こんにちは。今回は、ハンヤの好きなものと嫌いなものを紹介したいと思います。ハンヤ、父好き。ハンヤ、犬好き。ハンヤ、ピーナッツ好き。ハンヤ、苦いの嫌い。ハンヤ、ゲーム好き。ハンヤ、漫画好き。ハンヤ、すぐ断るやつ嫌い。アンニャ、整形してるのに整形してないっていうやつ嫌い。アンニャ、トレカ好き。アンニャ、甘いの好き。アンニャ、虫嫌い。アンニャ、テスト嫌い。アンニャ、人間をやめるやつ嫌い。アンニャ、最終回で仲間が死ぬ展開嫌い。アンニャ、まだ、遠藤チャンネルのパクリみたいなことしてるやつ嫌い。アンニャ、第6部の終わり方嫌い。アンニャ、クリスマスの後、メルカリで出品されてるプレゼント見るの好き。アンニャ、ジャニーズ好き。アンニャ、ディズニー好き。アンニャ、犯罪の匂いがする人嫌い。アンニャ、伏線が回収されなかった漫画嫌い。アンニャ、無職なのに家事手伝いって言ってるやつ嫌い。アンニャ、男バレたのに何にも発言しないアイドル嫌い。アンニャすぐ辞める謎のアイドル嫌い。アンニャ嘘ついてる YouTuber 嫌い。アンニャ謝罪動画出すけど、また同じこと繰り返す YouTuber 嫌い。アンニャケーキ好き。アンニャジュース好き。アンニャ VTuber 辞めて暴れまくってる人嫌い。アンニャ顔可愛いけど足臭い女の子好き。アンニャハエ嫌い。アンニャ、ラップにかぶれたやつ嫌い。アンニャ、綾野剛は普通。アンニャ、ひろゆき好き。でもすぐ論破するやつ嫌い。アンニャ、デブのここ好き。アンニャ、放送事故好き。アンニャ、ジャスコ好き。アンニャ、ひどい辻サムネ嫌い。アンニャ、おどけた黒人の子供好き。アンニャ、雨の中で傘ささないおじさん好き。アンニャ、鳩の変なブルってするとこ嫌い。アンニャ、カーテンにすぐくるまるやつ嫌い。アンニャ、ジャンプの発売日にすぐネタバレ話すやつ嫌い。まとめ、アンニャ、好きなものと嫌いなものあげていったら、あるあるネタみたいになったよ。チャンネル登録、よろしくお願いしますにゃー。メタルが、やられちまいますにゃー。